はい、どうもトロンボンコーチズキです。今回はですね、高い音の出し方というところで練習法について少しお話ししたいと思います。高い音を吹こうとするときに、例えば上の弦の音を吹きたいと、そうなったときに結構単音そのまま直接こうダイレクトに狙う人が多いと思うんですね。でも意外とこれってうまく当たらなかったり、こう口がグッと閉まって音が鳴らないってことがよくあると思います。これを解決するための方法というのを紹介していきたいと思います。今回お伝えするのは、スケールというものを使って上の弦の音にスムーズにいけるようにするというところを紹介していきたいと思います。ではやってみたいと思います。まずは単音直接上の弦を狙っていきます。ちょっと失敗する例でいきますね。今やったのは口をすごくしぼめたり、すごい力を入れた形で上の弦を吹いてみました。こうすると上の音がザラザラってなってしまったり、すごい詰まった音、あんまり響かない音になってしまったりすると思います。ただ、これからやってみるスケールというものを使ってですね、上の弦に上がってもらうと、このような口が閉まってしまうということが起きにくいので、ぜひ使ってみてください。ではやってみます。分かったでしょうか。今、スケールという形で音の列でこうやってソラシドリミファソと上に上がってみたんですけれども、こうした方がもっと音の広がりがあったりとか、音が綺麗になったりとか、息の流れの勢いでですね、上の音が鳴りやすくなるので、これをぜひ使ってみてください。では今回は終わりにします。ありがとうございました。